ドノバ・ミッチル・ジュニアは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、エルムスフォード出身のプロバスケットボール選手。身長185センチメートル、体重95キログラム。ポジションは、シューティングガード。NBA のユタジャズに所属している。スパイダーマンが好きであり、ニックネームに、スプイダと入れている。1996年9月7日に、 ドノバ・ミッチェル・シニアとニコール・ミッチェルのもとに生まれた。父のシニアはニューヨーク・メッツ関連の職に就いていた。ミッチェルはニューヨーク州エルムス・フォードで生まれ育ち、コネチカット州グリニッチのグリニッチ・カウンティ・デイ・スクールに通い、ニューヨークのアウルチームでプレーした。ソフィモ・アイヤーをコネチカット州ニューミル・フォードのカンタベリー・スクールに通い、ジュニア、シニアイヤーにはニューハンプシャー州、 ウルフボロのブルースターアカデミーに通った。高校では2年間野球もプレーしたが、大学バスケットのコーチたちから注目を得るため、ブルースターに転校した際に、バスケットボールに集中した。大学はルイビル大学に進学することを表明した。ルイビル大学では、背番号を45にした。理由は、マイケル・ジョーダンが野球に転校していた際に使用した番号だからである。 フレッシュマンシーズンは平均7.4得点、1.7アシスト、3.4リバウンドを記録した。ソフィモアシーズンは平均15.6得点、2.7アシスト、4.9リバウンド、FG%46.3、3P%35.4、FT%80.6 を記録、2017年のオール ACC、ファーストチームに選出された。 シーズン終了後、2017年の NBA ドラフトへのエントリーを表明した。2017から18シーズンユタジャズでのミッチェル2017年の NBA ドラフトでは、デンバーナゲッツに全体13位で指名を受けた後、ユタジャズにトレイ・ライルズと指名権を含むトレードで移籍。2017年7月5日、ジャズと4年間のルーキー契約を結んだ。 2017年12月1日に行われたニューオーリンズペリカンズ戦でキャリアハイとなる41得点を記録、試合はジャズが114から108で勝利した。これによりミッチェルはダレル・グリフィスが1981年に記録したチームの一試合新人最多得点記録38点を更新、新人選手が40得点を記録するのは2011年の ブレイクグリフィン以来のこととなった。また、ジャズの新人選手として30得点を記録した7人目の選手40得点を記録した初めての選手となった。2018年1月4日、12月のウェスタンカンファレンス月間最優秀新人選手賞に選出された。ミッチェルはこの月、平均23.1得点、3.4アシスト、3.2リバウンドを記録した。 2018年1月15日に行われた試合で、ミッチェルは20得点以上を記録した試合を今季19回目とした。これにより、カール・マローンが記録したチームの新人最多20得点試合記録を更新した。2月5日、怪我により欠場が決まったアーロン・ゴードンの代わりに2月17日に行われるスラムダンクコンテストへの出場が発表された。 2018年2月14日に行われたフェニックスサンズ戦で同日にフロリダ州パークランドで起きた銃撃事件に対してエンドガンバイオレンスプレイフォーパークランドとメッセージを書き込んだシューズを履いて試合に臨んだ2月17日に行われたスラムダンクコンテストに初出場優勝した3月1日2月の月間最優秀新人選手賞に選ばれた これで今季3度目の同賞受賞となった。3月17日に行われたサクラメントキングス戦で28得点を記録。試合はジャズが103から97で勝利した。3月23日に行われたサンアントニオスパーズ戦で35得点を記録。試合はオーバータイムのスエスパーズに124から120で敗れた。4月10日に行われた ゴールデンステートウォリアーズ戦でシーズン新人最多記録となる186本目の3ポイントシュートを記録した。これまでの新人記録はデイミアン・リラードの185本だった。4月15日のプレーオフ1回戦、対オクラホマシティサンナーの初戦で27得点、10リバウンドを記録、試合は116から108で敗れた。 4月18日の2戦目で28得点を記録、試合は102から95で勝利した。第4戦目で33得点、7リバウンドを記録、試合は113から96で勝利した。第6戦で38得点を記録、試合は96から91で勝利し4勝を2敗で1回戦を突破した。2018から19シーズン2019年の ミッチェルシーズンの序盤、ミッチェルは2年目という重圧から祖父母はスランプに陥ってしまった。このスランプによりフィールドゴール率は下がり、1年目のような印象を残すことができなかった。しかし時間が経つにつれ、このスランプから抜け出すことができた。シーズン中盤では、競合ミルウォーキーバックス相手に4級序盤に17点ベハインドだった。 ものの、このクォーターだけで19得点を挙げ逆転勝利を収めた。この試合でミッチェルは、キャリアハイの46点を記録した。プレーオフでは、ヒューストンドケッツに対して奮闘するも1勝4敗で、シリーズを終えた。2019から20シーズン2019から20シーズン、オクラホマシティサンダーの開幕戦にて32得点、12、 アシストを記録しチームは105から95で勝利した。12月27日のブレイザーズ戦から翌年1月15日のネッツ戦まで全ての試合に勝利し10連勝を記録した。1月17日のペリカンズ戦ではキャリア敗退の46点を記録するものの、ペリカンズのブランド・イングラムもキャリア敗の49点を記録し、延長の末敗北した。 2020年3月11日、ミッチェルとチームメイトのルディ・ゴベールは PCR 検査で COVID-19 の陽性反応を示したため、感染拡大防止のためリーグは一時中断となり、4ヶ月後の2020年の NBA バブルにて再開を発表した。再開後、ジャズはプレイオフ出場権を獲得し、1回戦では西3位の強豪デンバーナゲッツと対戦。 1>, 1試合目にミッチェルは57得点を記録し、マイケル・ジョーダンとエルジン・ベーラーに次ぐ、プレーオフ NBA 得点3位の記録を叩き出した。6日後の試合では51得点を記録し、マイケル・ジョーダンとアレン・アイバーソンに次ぐ、ポストシーズンにおける50得点以上を2度記録した3人目の選手となった。プレーオフ、ありがとうございます。